大金工業の家庭用ルームエアコン、ウルルとサララのマスコットで、同社の登録商標である。擬人化された水玉で、湿気をイメージしている。テレビコマーシャルでのピチョン君の声は、CM 監督の伊藤由美子が担当している。2000年5月に、ビビアンスー主演の、ウルルとサララの、テレビコマーシャルの脇役キャラクターとして登場した。キャラクターデザインが20代、30代の女性を、 中心に受け問い合わせが殺到した。2002年10月にビビアンとの契約が切れるとともにコマーシャルの主役へと出世した。2002年6月26日にユニバーサルミュージックからシングルモドにデモしてで CD デビュー。2003年6月から台頭セガトイズノーベル聖火友人等からキャラクター商品を発売開始した。 2003年11月にワコールの肌着のキャラクターに起用された。2005年11月24日に二足歩行ロボットロボピチョンくんが発表された。ロボットの制作を担当したのはビストン株式会社。2008年6月、ピチョンくん自ら脚本、演出を手掛けるピチョンくん劇団を立ち上げる。2009年5月7日、ピチョンくんのデビュー10周年を記念して、 同日から8月31日まで開催されるユーザー参加型キャンペーンピチョンくん号が行くエコ旅キャンペーンに合わせてトヨタ IQ をベースとしたピチョンくん号が東京のアムラックスで公開された。同社はピチョンくんをイメージさせるカラーリングと FRP 素材のパーツ8個と専用ヘッドライトを追加することでサイズが全長全幅全高が ベース車の 2.985mm 1.680mm 1.500mm から 3.180mm 1.870mm 1.990mm に拡大されている。ちなみに、同車は107日かけて製作されている。2017年現在、計7台まで増車され、うち1台はピンク色のオユピちょんくん号である。2016年には大阪、 梅田の白口ビル屋上に巨大看板を設置しており、大阪駅の連絡橋などから目にすることができる。元にでもして、うたたうた、リビング・イン・ハワイ・オリコン13位大金、トヨタ、IQ ベースの、ピチョンくん号、お披露目カーウォッチハット AB 巨大ピチョンくん、広崎プタ祭り、多東北祭りに今年も登場。大金工業広告チラシ、ウィンタースペシャル。 W チャンスキャンペーン SPJ04712DNHPHD ありがとうございます。